おはようしゃしゃおはようさあ出てきたいどうも空港です。一撃屋が帰ってきました。帰ってきました。やめてよ。岩手県はやめてよ。大船渡よりやめろ。あの一撃屋が誰も知らんわ。そしてこの奥は理由だ。私奥間ちゃんが帰ってきましたよ。奥間さんがですね、入り口工場口なんつったら工場口から出てきて手振りながらね歩いてて、すごいたまらない。スーパースターのバスの皆さん、やめてやめて、誰も見てない、誰も見てない。ユウの今週末はチェジュ島ね、バスに入ってるやつランピングバス。いやもう充実したね。してましたね、妻と生活を。はい、終わりました。大熊さん一番長かったもんね。何やその声は。一番長かった。ガスちゃん、何やその正直ちょっとね、アテンドをやり続けるとですね、声が飛ぶんですよ。脳器が帰ってきたからすごいめっちゃ仕上がってる。喉痛いよね。喉痛いよね。そうやん、ちょっと痛い。めちゃくちゃしんどい。いやーやってやったぜ、ダンジョン。イエー、あの好評すぎてもう大船渡中の人がもう一回来てくれた。大船渡中はもう言い過ぎやね。まあ、関係者全員が言ってると言っても過言ではないですけど。もう館長とも熱い握手。館長ね、握力めっちゃ強いな。めちゃくちゃ痛かった。びっくりするっていう、握力強い。女性とは思えぬ握力。それはもうすごかった。握力が重い。だからもう本当は多分近々再来月はいけるな。発撃終わってるからまあなんとか。パッと行ってパッとデュエルする。それがそこれデュエルって単語ピンとくるのほんまに。リアスウォールダンジョン作詞くらいだけですよ。デュエルスタンバイ。あれはデュエルシステムを発明しましたから。ね。すでにスタンバイ中。そこのねダンジョン公演にはなかった新機能デュエル。めっちゃおもろかった。いや、そうやね。正直ちょっと本当大船渡の皆さん今から辛いこと言いますけど、デュエル甘すぎ。そうね。ほんまにちょっとパン選んでる場合ちゃいますよ。パンは選んでダメ。また一個にパン入れるとかって感じですよ。パン選ぶなんて。パンを使って復活させてまたパン食ってる場合じゃないんですよ。パン食うなや。ただ発生してやつ。何のこと言ってるか分からんでしょう。大阪の皆さん。これはもう再来月大船渡中ください。やるか決まってないからね。何にも決まってないです。大船渡行く皆さん。行かないかね。全員行かない。今回はもうすごい印象的だったのやっぱね。はいはい、こんな子やったんやん。ねえ、ねえ、キンキンしてましたね。いや、楽しかったですからね。なんか、うん、まあ、少年心みたいなものを作られましたね。少年が少年心言うなよ。下脇がね、デュエルがね、楽しすぎた。ゲームデザイナーですかね。ゲームデザイナーとしてやったから。そう、すごかったです。やっぱ僕が一人で行って、向こうのね、劇団大岡の方と3人でプレートして、はい、で、後でおはるとタケコとターティーが来て、もう4人でダンジョンの中身考えたと思った以上にターティーがでもここってこういうことですからこうですもんね。あ、それ難しいな。あ、この下脇見たかったな。いや、ほんまにそれ見たかったわ。すごい、すごいしっかり、すごい見たかった。しかだからね、台本書けちゃうから。なるほどね。スターキーはダンジョンも、ダンジョンも、ダンジョンも確かに書けるかもしれない。作れるかもしれない。なんかどうかちょっとね、ダンジョンとかはクリエイト側に回りたいなと思ってましたね。おぉ、この期間でね、誰かには言ったかもしれない。頼もしい。誰も聞いてないことだな。誰かに言ったんじゃないですか。館長。僕かな。館長か
館長にバリ気に入られてましたから、打ち上げてバリ気に入られて、女とのお母さんやと思ってみたいな、すごい気に入られる。近く座ってたんでね、高校野球の話盛り上がっちゃった。大船渡といえば今は高校野球、ね、じゃあ本当に来てくれた人はありがとう、来れなかった人は残念だったね。もっとあれやろ。いや、いいものだったな。そうですね、良かったね。見てほしい。そうね、多すぎたね。違う違う違う、何やって思わなかった。違う違う、大久保さんやってなってない。あの投げないとこあるなってないんです。ダンジョンクリエイターの、ダンジョンクリエイターの、何やそれ。じゃあまたどこかでお会いしましょう。はい。Oh, oh, oh.